こんにちは、デリッシュキッチンです。簡単にリッチな泡のアイスコーヒーが作れるハンディアイスクレマサーバーを使ったレシピのご紹介です。本日はネスカフェの提供でお送りします。ボウルにクリームチーズ 20g を入れ、グラニュー糖小さじ1を加えて混ぜ合わせましょう。冷やしたグラスの底にクリームチーズを敷き詰め、冷蔵庫で冷やします。クッキングシートを先ほどのグラスの口より大きめに切って、中心部分をハートなどお好みの形に切り抜きましょう。ネスカフェゴールドブレンドコク深めボトルコーヒー無糖のボトルにネスカフェゴールドブレンドハンディアイスクレマサーバーをセットします。グラスにコーヒー4、クレマ1となるようにコーヒーを注ぎましょう。サーバーのスイッチを切り替えます。簡単な操作でまろやかで上質なクレマが楽しめます。コーヒー4、クレマ1となるようにクレマを注ぎましょう。グラスの上にシートを置き、ココアパウダーを振りましょう。お好みでミントを飾って完成です。少しの工夫で贅沢なティラミス風にも。最初はきめ細やかなクレマとコーヒーの味わいを楽しんで、スプーンですくってクリームチーズと一緒に食べて2度おいしい。以上、デリッシュキッチンでした。